ボンソワジュースイーカズコミサワさあいよいよ今日は黒い家をご覧いただきます、えー、もうポスターにもいっぱい貼ってありますけどまあとても恐ろしい映画ですので心してご覧ください、えー、これを黒い家の前に刑法三十九条という映画をまあほぼ同じ年に撮りましてそちらはとても重厚な、えー、サスペンスの作品になっていたんですけれども どうもこれを発注されたプロデューサーの方たちは39畳のような映画を撮るかと思っていらしたらしいんですけど「森田は僕は同じことを2回続けてやりませんよ分かってるじゃないですか」と言いまして今回はもう黄色というもの黄色を見たら怖くなるような映画にしたいと「ひまわりみたいな明るい花を見たら怖くなるようなポップだから怖い映画にするんです」と言って、えー、撮った映画でございます。 あの多分本当にそういう映画になっていると思います。ですから、同じ年にこれ2本公開されたんですけど、全く違うテイストの作品になっていて、それがなんかすごく盛りたらしいということで、後々まです。ごくこう。日本一緒に評価していただいている作品になっています。えー、なんかこれを見た。当時、皆さんなんか会社で一人で残業するのだけは怖いから嫌だと。 言ってました。あまりこれ以上言うとネタバレになりますけどまあとにかく楽しんでいただける映画だと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いします。